ね、皆さん、フリーエネルギーさんもね、ありがとうございます。いただきます。また、ありがとうございます。YouTube 警備隊長にテレパエールをお願いします。テレパエール？ちょっとここ今子供とかもいるんで、フレー YouTube 警備隊応援団長だったからね、俺2回優勝、あ、応援団長じゃなくて、1、2年は優勝したね、中学3年は応援団長やったけど準優勝だった、一クラスね。他は全部、あの、6クラスあって、俺のクラスだけ1クラスね。3年に1クラス。あとは全部3クラス。それだけど準優勝。俺が3クラスだったら 100% 優勝してるからね。もうほんと、もう 1200% ぐらい、絶対間違いないね。あの、俺が3クラスだったら、もう気合が全然違うから。だから1クラスにされた。俺3年の、あの、中学3年の時のクラス替えで、F 組か。F 組だったんですよね。ABCDEF ね。F 組、6クラス目ね。F 組かと思って。ああ、みたいな。F 組？と思っちゃったもんね。メンツ見て、うわ、これ、え ?1 年と2年ってそういえば、みたいなさ。で、3年のクラスがいるのが早いんですよね。で、これ多分2年が少子化って言われてて、5クラスしかなかったから、今年の1年入学してくるのは5クラスしかないんじゃね？みたいな。下手したら4クラスとかなのかみたいなさ、感じで思ってたら、ちゃんと5クラスあって、ちゃんと 6クラスはないのね。ちゃんと1クラスなかった。あ、みたいな感じで、うわ、やっぱだよ、みたいな。これ、はめられたよ、先生たちに、みたいな。あ、大黒さん、ありがとうございます。俺が小山警部だ！ありがとうございました。はい。ありがとうございます。